四国一周車編の旅。こんにちは、ザキツカです。88箇所お遍路巡りの一番札所に来てます。ちょっとショップに行ってみますか。お遍路セット、こんにちは。これからですか？はい今から。はい、あ、僕も今から始めようと思うんですけど、はい、これ全部あれですか？一式ね、買い揃えたって。あ、これも売ってるんですね。みんな売ってる。それからこの横の店で一式買い揃えた。あー、はい、ここに何か一式くださいって言えば売ってくれる感じですかね。まあ、大体ね、はい、あの行ってから初めてだと、どんなもの揃えたらいいかって、はい、いろいろ説明してくれますよ。あー、なるほど。最低これだけいいとかね。はい、あ、わかりましたね。ちょっと入ってみますか。手動。あ、お線香の匂いがすごいするな。杖、傘、帽子。はい、帽子を買いますか。うん、あるで。うん、帽子。帽子、帽子必要だね。大和はないけども、農協はするやろ。うん、うん、あ、うん、はい、わかりました。これが、これネクタイらしい。清掃のネクタイ。服はでも別に着たままでいい。ご飯食べるときはこうネクタイと帽子を外してねって言われた。なんか納め札っていうのがあって、これを納めるポストみたいなのがあるんで、そのポストに入れてねって言って。これが御朱印帳だって。一番の御朱印帳。なんかこれ渡されるんだって。これを入れる本が売ってるんだって。あと、お線香とろうそくね。杖ないない。杖は別にいいって。帽子とネクタイとハッピーがあればいいって言ってた。これが赤いもんから入れって言ってたからね。これっぽいな。これか、これですね。赤いもん、ここがスタートになりますね。